札幌市中央区北22条西15丁目にオープンした札幌市動物愛護管理センターは楕円形の2階建てで愛称は市民公募で決まった愛丸札幌です。これまで西区と北区の2か所に分かれていた動物管理センターを集約し保護された犬や猫の譲渡などを行います。掃除用費は9億円。これまでの施設になかった健康状態を確認するためのレントゲン室や 血液検査の機械を導入、トリミング設備も完備されました。一般の利用は明後日13日からです。